とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンどうやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩りやっていきますね。アイテムが300個に達してます。なんてこった。これ、この基地の中にさ、チェストを3つ4つ置いてくれれば、嬉しいんだけどね。300個ぐらい入るのを、3つぐらい置いててくれれば、嬉しいんだけども、まあ今後のね、アップデートに期待ですかね。まあとりあえず、古代狩りやっていきまーす。一周目おしまいでーす。ない。ゼロ。もうね、チェストの数が50近くなったらもうないもんな。まあ見ていきましょう。反逆者はね、まあ、近接火力としては、めちゃくちゃ高いやつなんで、結構注目はしてるんだけどね、昔からね。でも、今現状ではそんな使えないのかな。まあコメントでもあったけども、どうしても今は、カバンビルドじゃないと、難しいんだよね。これがね、近接の時代が来てくれれば、またちょっとね、装備の集め方が変わってくると思うけども。おお、二つ目の反逆者。お、ポーションバリアついてる。ポーションバリアついて、いや、ダメだな。クールダウンがついてないと、まあ、近接ではちょっと使っていけないんで、いや、惜しいよ。ポーションバリアがついて、アクロバットとかもあるし、雪玉もついてる。悪くないんだけどね。でも使わないかな。今は使わない。骨、いらないかな。あ、浮遊攻撃がついてるけども。クールダウンショット。あとね、ロールチャージとかアーティファクトチャージがないとちょっと使っていけないか。はい、ということで。二周目行きましょう。いや、ひどい。本当にひどい。88% よ。88の 1.9 なのに、ゼロ。2回連続ゼロ。これはひどい。本当にひどい。まあ、結構ね、コメントでも来るのよ。最近、古代人出なくないですかって。確かにね、出ない。なんだろうね。ちょっと、パーセンテージいじられてる？わかんないね。本当にね、出ないとき本当出ないもんね。で、しかもここもノーマル品ばっかりだし。いらなーい。ひどいね。ひどいもんだね、今回は。まあ、3周目いきますね。ひどいぞ。あ、よかった。1体出ましたね。1体出た。で、しかもここはシルバーフィッシュのところだから、星なき夜。いや、違うか。まあ、とにかく、いいやつだからいいや。なんだ。虚無の呼び声。まあ、ありかな。ありじゃない？もう一回来た。ここは、あんまり良くなかったな。もう一個の、海底が良かったんだよね。もう一個の海底の場所は、バブルガスターが出るんで、いいんだけど、ここはね、そこまで欲しくないかな。いや、ボーズが意外と良かったっけ。まあいいや。サンゴブレードです。もう一回来た。ここは、あれか、エンターテイナーか。と、弓、さっきと同じか。あ、違う違う、クロスボウが出るんだ。まあまあ、なんでしょうか。まあ、出てきてくれるだけね、嬉しいね。クルバドゥール、よし。クルバドゥールも、まあ、エンチャント次第では、そこそこ使えるんじゃないかな。それでは、3周目おしまいです。まあまあ、3体出てきてくれたから、まだマシかな。毎回ね、3体ぐらい出てきてくれれば、もっといいんだけども、
見ていきましょう。いらない骨コンボ、いりません。次。全部ノーマル。いらないね。次はバブル。いや、いらない。ダメ。次。うわぁ。今日はさ、なんかショップも悪いし、古代狩り自体もね、全然良くない。全然良くなかった。じゃあ見てみましょうか。まずサンゴブレード。いらないね。で、今日の呼び声。お!あー、惜しいな。これはさ、虚無が元々からついてるから、クールダウンショットでピュンピュンやっとけば、ダメージが上がるから、意外といいかなと思ったんだけどね。あ、そうかそうか。じゃなくて、元からじゃなくて、エンチャントでつけた方がまだマシか。の方が倍率高いもんね。なんで、これはいりませんね。いらないね。はい。トゥルバドゥールは雷フォーカスがついてるけども、無謀。サプライ、いや、いらないな。いりません。はい。で、今日ちなみに使ってました。弓。これ使ってました。パープルストーム。前ね、使ってたのが、これなのよ。クールダウンショットとロールチャージ。そして無限がついてます。まあ、矢のね、消費量を抑えれるんで、だいぶいいんだけども、今はね、もう矢を無限増殖できるので、こっちの方がね、使いやすかった。マルチショット、クールダウンショット、アーティファクトチャージ。だね。やっぱね、マルチショットはね、侮っちゃダメだね。うん。やっぱ4方向に出るっていうので、すごく使えるんで、このマルチショットの、クールダウンは、なかなか、いいやつだと思います。はい。まあ、とりあえず今日はあまり良くなかったけども、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。